底に封じられし者たち。悲しみの渦巻く。オーダウラー！おじいさん、片付けまで取った鍵。おいらの鍵。この調子で行こう。これを見よ、ナナギ。お前ならば登れるはずじゃ。どこまで行きやがった？
ちょうど良さそうじゃのう。おお、戦いの記憶、我らがね、星をめぐる魂の記憶、知識その結晶、一般的にはマテリアと呼ばれておるよ。との戦いで滅び、しつこいな。彼らにはこの石像とて、はい、我らの亡きがら石像を運べ。始まりじゃよ。
てく気かよ。この洞窟は貴族と人の世との境界線。ここから貴族に攻め込まれたら、谷はひとたまりもなかったじゃん。そうだね。しかし、ある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。戦士はたった一人、この洞窟へとやってきた。案の定、中は貴族でいっぱいになっておった。次から次へと襲いかかる貴族と戦い、戦士は走りに走った。ねえじっちゃん、そんな勇敢な戦士ならオイラが知ってるはずだよ。ほうほう、ここから先はより注意深くな。邪気が強くなっておる。俺の見せ場だ。
まだまだ派手に近づけ。オイラの番。そうだ、えぐれ。ラストこんなもんだ。どうやって開けんだこれ。さあ、ナナキ、どうする。
ざまにおれ。念のためだ。オラオラオラ。よし、狙うぜ。さあ、こんなもんよ。やった。さあ、どうだろうか。彼らは暴言。苦しみが消えることはない。行くぞ。残さず喰らえよ。どうだ。そこだ。貴様よ。よっしゃ。チャ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 だ。あれ、また祭壇？おおお。
さず食らえよ。そこだ。来たわ。どけどけ。どんなもんよ。集中砲火覚悟しな。はあ、どっちはどうだ。任せて。戦士は一人この地で戦い、谷を守った。そして今もここで我々を守り続けている。じっちゃん、あれって。